YouTube の皆さんどうも上白です。というわけで今日なんですけど、藤屋さんのケーキバイキングでございます。1時間1800円で元取れるのか挑戦していきたいと思います。ドリンクも飲み放題、一度に持ってこれるケーキは2個までやっていきたいと思います。緊張してます。早速ながらいただきたいと思います。こちらめちゃくちゃ美味しそう。いただきます。これラフランスのミルクレープでございます。めちゃくちゃ美味しいでございます。お芋のようなスイートポテトのような甘みで、めっちゃしっとりして食べやすい。ぐしゃー、あー飲み物の中いらない。わああ何個でもいけそうでございます。ラフランスのケーキなんて僕多分食べたことないんですけど、上品。うん、何個食べれるか皆さん予想してみてください。マガしい。これなんだっけ、これ期間限定らしいんですけど、いただきます。下に垂れたリーゼント、いただきます。ぐしゃー、よいしょ。茶色とピンクってなんでこんな合うんでしょうか。本当にジャリジャリしてて、ベリーがベリ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 って酸味を出しまくってますね。上に乗っかってるチョコがチョコじゃないみたいな、ビヨンビヨンしててゼリーなのかなって感じ。見た目はチョコ、中身はゼリー。チョコです。うわー、冬に見る桜。てなわけでおかわりしました。3、4個目。わー、この2つも期間限定なんですけど、ミルクレープザクザクザク、身長高っ。とちおとめさんからいただきます。さっきのよりめちゃくちゃ好みですね。やっぱ馴染みがある乙女。ありがとうございます。次これひまわりのタレ乗っかってんの。うん、もさもさクイーン。めちゃくちゃ9月の味がしますね。下のタルト生地がココアというか、めちゃくちゃ美味しい。これがお昼の3時ぐらいから始めたんですけど、ほぼ満席でめちゃくちゃ緊張しますね。これめちゃくちゃお腹にたまるやつ。その辺のチーズなんてほんとかなわないぜって感じの。かぼちゃを丸々食べてるみたい。僕ね、富士屋さんで一番好きなの、多分この世で一番好きなんですけど、これミルクレープ、ミルフィーユ。これめちゃめちゃ好きなんですけど、視聴者さんからミルフィーユは縦じゃなくて横でかじったら食べやすいよみたいに言われたんで、今日は横でせっかくなんでいただきたいと思います。こういうことですよね。美味しい。こうやって縦で食べるとさ、そのまま歯にカッて刺さりそうだよね。よかったなんなくて。でもそれをちょっと期待してたんで残念。生地がさ、公園の落ち葉みたいな感じでいいですよね。季節感があって。
これやばくないですか、この可愛さ。あれ、これ顔認証合わなくね、顔ピント。ムースみたいな感じなのかな。いただきます。うん、チョコだ。すごい、ムースとスポンジのハーフみたいな。チョコの小麦粉みたいなのかかってますね。鼻息で全部飛んでくやつや。飛ばさないけどね。チョコなんですけど、めちゃくちゃあっさりしてて超食べやすい。これもう6個目だからさ、なかなかしんどいかなと思いきや、いいね。よいしょ。はい、てなわけでお時間的にラストのおかわり行ってきました。こちらでございます。北海道のチーズパイ。北海道ってつくだけで美味しいもんね。てなわけで買っちゃいました。本当はもう一個シュークリーム枠も食べたかったんですけど、なんと今の時間、今の今日、シュークリーム枠が一個もなくて諦めちゃいました。すごいチーズの層が分厚い。いただきます。チーズの酸味がいい感じに空気読める系の。僕もう7個目だからさ、なかなか甘いものついぜみたいな状態じゃないですか。でそれを理解してくれてるかのように、このぐらいのパンチ力でいきますからねって言っちゃってる。ありがとうございます。このサイコロみたいな穴がいいんだよね。ごちそうさまでした。はい。てなわけで、今回7個で終了いたしました。1個がだいたい300円から400円。まあ、400、安くて400円ぐらいなんで、7、28。元取りました。で、多分、甘いものがそんなに得意じゃない人とかでも、3個とか食べれるじゃないですか、多分。わかんない。そしたら、3、4、12だから、あ、元取れません。5個あれば元取れるって感じなんで。でもまあ、それなしにしても、ドリンクも飲み放題だし、十分楽しめるんじゃないかなと思います。美味しい、食べやすい、で、素晴らしいっていう感じで、3拍子揃っちゃってるんで、皆さんよかったら食べてみてください。はい。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他の動画、見てください。チャンネル登録、高評価もお願いします。ではまた。食べてる途中に店長さんみたいな人に声かけられるし、帰り際に女性の店員さんに話しかけられるし、まあ、緊張したけどすごいいい店舗だなと思いました。また行きたいと思います。またねー。